こんにちは。ポンちゃんはお昼寝中です。しおんくんとあんずちゃんは出たがっています。ということで、はいどうぞ。はい、あんずちゃん、しおんくん、もうなんか行く方向もさ、コピペしたように同じなんだけど、あんずちゃんおいで、あんずちゃん、はい、あんずちゃん、こうしてから水平と接触から取った、立てて止めながら、
はい、ご飯だよ。ちゃんね。はいはい。ちゃん。あれで誘えない。これ好きじゃないか。じゃ誘えなくなりましたか。これだと外でご飯食べさせることになりそうだね。下にあんずちゃんのご飯置いて。はい、あんずちゃんご飯だよ。うん、どうぞ。遊ばないの？だってけどね。あんずちゃん、下で。あんずちゃんご飯食べなさい。おやつ食べて、はい、おやつ。でも置いとくとさ、しおくんが食べちゃうんだよな。はい、じゃんけん。
箱の中で寝ています。シャン君、もう遊ばないの、シャン君。うん、ポンちゃん、真っ黒い塊になって寝ています。いいんですか？寝ますか？ちゃん兄ちゃんは遊んでもらってるんですけど、それを見て羨ましく思ってるんですか？ちゃん君が逃げ、ちゃん君逃げまーす。ちゃん君、ちゃん君、アンジちゃんだからさ、そんなに激しくないじゃん。あ、でも最近ちょっと激しいか。はい、アンジちゃん。ポンちゃんも参入です。ポンちゃん、はい。ポンちゃんも紐好きだもんね。はい、ご飯食べよっか。じゃあシアン君先行きましょうか。そして外に飛び出さないようにして、はいはい、シアン君自分からケージに入っちゃったからね。シアン君ご飯だよ。シアン君ご飯だよ。はい、大丈夫大丈夫。はい、じゃあシアン、アンズちゃんにご飯ですが、シオンくんがそのご飯を狙っているので、この外でアンズちゃんには食べてもらおうかなと思います。いいタイミングで、ケージに入れれば。これ同じものなんだよね。同じものなんだけど食べ過ぎちゃうからね。そうだね、シオンくんはまだ食べきってないし、アンズちゃんここに置いとくから食べてくださいね。あれ、ケージに入るなんていうのもいいと思いますよ。